ミミズが砂漠で叫んだ。ミミズ。最近キャラスキー竹尾先生にハマってます。皆さんこんにちは、こんばんは、今尾です。今回ご紹介していく武器はですね、こちらの武器となっています。みんなが大好きな武器、そうです、こちら初期武器の M4、 こちらをご紹介していきます。こちらガンスミスなんですけど、何を重視したかというと機動性を重視しました。マズルではモノサップ、モノサップをつけてあげると 40m までは5発でキルすることができます。すごい強いね。バレル、ストック、レーザーでは機動性を上げた、 M 時間とか M 字の移動速度、弾薬では50ラウンドマガジンをつけました。もともと M4 って反動制御というか縦反動なので、リコイル制御がしやすいということで、それだったら機動性重視でも強いんじゃないのか試した結果、強かったです。ですので今回はこちらの M4 を使ってランクマッチいっていきたいと思います。じゃあ移動していきましょう。先ほどね、 40m でも5発キル可能ですよって言ったんですけど、普通の何もついてない状態の場合 40m だと19ということで5発でキルすることができないんですよ。何もついてない状態だと 34m まで5発でキルすることができる。 35m になってくるとヒュリゲンスイ始まってますね。このサポをつけた状態だと 40m でも5発でキルすることが入ってきます。このサポついてると43メートルまで5発キル可能です。何もついてない状態だとエイム速度もね、やっぱり移動速度も遅いってなってきたので、こちらつけた状態だと、皆さん見てください、エイム速度速いですね。で、機動性も上がってる。しかも5発キル、めちゃめちゃ強いです。愛さえあれば最強です。それじゃあ、ランクマ移動していきましょう。はい、それでは皆様、久しぶりの地です。やっていきたいと、なんだ、テルミットまたいるぞ、威力を。だー、1枚カットする。で、M4 の強い点って言ったら、レートが速いということなんですよ。レートが速いってなってくると、弾数が少ないのかなって見られるんですけど、皆さん、右下ご覧ください。そう、M4 っていうのは、弾数50発にすることができる。これが本当に強い。で、レレレ打ち速いんだよね、M4 って。いや、そんな速くなかった、ごめん、みんな。嘘ついちゃってるけど、そんな速くなかったわ。ただね、レレレ打ちは速い方ではないんですけど、レレレ打ちができるっていうことも加味しつつ、戦うことができる。で、安心してください、この武器は安全に強いです。で、この反動制御としやすさ、そう、この反動制御がしやすさがあるためにやはり強いという風になってくる。だ、初心者さんでも結構使いやすい武器なので、ぜひ皆さん使ってみてください。本当にモリしかいねえなー、相変わらず。唐突な話になるんだけど、僕昔幼稚園の時かな、あのチャンバラごっこ、友達がねいなかったので一人でやってたんですよ、チャンバラを。そうなんです、チャンバラを一人で やっててさ、ここも一枚カットする。強いね M4 ね。チャンバラね、避難訓練だった。その時避難訓練をしますよっていう時に一人でチャンバラして逃げなかった思い出があります。めちゃくちゃこしゃがれました。いるよ、めっちゃいるよ。さあ、そこいいよ、ここでショッカルシを耐えて味方の援護をする。一枚カバーするよ、一枚カットする。で、ここは一枚カバーできないね、ごめんね味方さん、死んじゃったね。おそらくあっち側の方に湧いてる恐れがあるので、僕はあっち側に行きたいんだけど、皆さんそういう思い出あるかな。まあその幼稚園とかね、まあ、中学生の頃さすがに泥団子食ったっていう思い出はないんだけど、俺中学とかさ、なんだっけ、中学じゃねえ、どこだ、中学じゃねえ、どこだっけ、幼稚園とか保育園の時に俺泥団子食った思い出あったよ。泥団子ってダメだよ、みんな泥団子食べちゃダメなんだけど、泥団子食ってた思い出がある。強すぎる、ちょっと強すぎんだけど、 M4 マジでヤバくないっすか。 M4 マジで強すぎる。なんかさ、溜まってるよ、うん、何か溜まって、クラスターストライクか、クラスターストライク、オンライン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。わかんない。適当なところにやっちゃった。いい。適当にやればいいんだ。人生っていうのは適当に、何言ってんだ、塩で揉まれた人生全然関係ねえんだけど、人生っていうのは皆さん軽く考えた方がいいです。重く考えないで軽く考えてください。まずね、上司に怒られたするでしょ。で、上司に怒られて確かに落ち込むってことがあると思うんだけど、まず、そんな落ち込む以前に、こいつも帰ったらするんだろう、とか言っちゃったよ。こいつも帰ったら夜中ね、まあ、嫁さんとピッピするんだろうなとかと思ってれば、まあ、そんなこと、何やってんだこいつ、何このオペレータースキル、なんだっけ、クラッシュシールドとかやつか。いや、大丈夫かお前、任せろ俺に。おい、頭かち割っていくぜ。相変わらず頭かち割るねこいつ。何やってんのマジで。やナイス、え、やろってやった、強すぎってか、 M4 マジでヤバくない。強い理由としてはやはり反応制御は容易だっていうところがあるので、皆さんぜひ使ってください。めちゃめちゃ強いです。あのさ、なんで、俺前も言ったんだけどさ、何十種類ってある武器の中からって、何1種類2種類しか、何やってんのこいつは。1種類2種類しか使われないとかっておかしいよね。みんなさ、その何、武器っていうのはいろいろな特徴、まあ、強みっていうのはそれぞれあるので、ぜひね、その強みに合わせて。強すぎマジで。なんか俺が強いのか M4 が強いのか分かんないけど、みんなこれ見てもらえれば分かる。 M4 強いな。何やってんだこいつ。刀で UAV 発動して、ショッカラシ出します。で、弾数が多いのでこうやって気にしないでね、ウヒューウヒューってこうやって、ね、できるんで、みんなここは一枚カットできない。
やーちゃちゃちゃキラバキスだばよ。はい、皆様、レジェンド隊とんでもない数字を叩き出してしまいました。相手999とかビゾンとか使ってまあレレレッシュしてきたんですけど、 M4 そんなに効かないですから。反動制御は容易ってことはヒットフレンチっていうのはあんまりないんですよ、 M4 で。対して相手の方はヒットフレンチは結構でかいので、そこで打ち合いの差が生じて M4 の方が強いってことになってきます。まあ5発スキルなので完全に強いです。やはりどんな武器でも愛さえあれば強いんですよ皆さん。愛があるかないかで武器をね、まあ、武器が強いか弱いかっていうのは変わるので、愛を持って接してあげてください。何やってんだ。一旦隠れましょう。一旦隠れて、いいよ、イモってるよね。またこいつイモってんじゃねえか、こっちに。はい、またイモってたね、いらっしゃい。相手がね、もう超イモってんのよ。ダメだよね、これだとね。ダメではないんだけどさ、つまんなくない？これじゃあさすがに人口いなくなっちゃうよね。チーデスとかさ、ハーポとか全くいない人が。なんか長い時だともうさ、300秒とかなってんだよ。やばいでしょ、本当に。このゲームの未来が全く見えない。大丈夫？このゲームさ、進化してってくれないかな？進化してってちょうだいね。さあ、ここは一枚カットできるんだけど、何やってんだ？お尻プリプリしてた。今、お尻こいつのさ、プリプリしてたよね。みんなさ、そういえば、視野角変じゃない？近距離の視野角、本当におかしい。iPad でやってる人はどうかわかんないんですけど、iPhone の人に聞きたい。視野角おかしいよね。勝手に視野角を変え上がるって言葉悪いんだけど、変えるんだよね、このゲームは。さあ、ここはアウトチに向かっていく、この強さ、本当に強いね。さあ、ここはいるんじゃないか。ちょびちょび見ていくんですけど、ちょびちょび見てたところでいないね。さあ、ここは一枚カットできる。なんだ、逃げんな、お前。SR 使ってそこに持ってんだからさ、正面で打ち合ってこいよ、バカ野郎。おらもうデスクプレー。あ、ダメだ、グラビティスパイク使っちゃった。今後ろに赤点出てたよね。やばい、いや、バレちゃう。何やってんだこいつは。ハルキやってることやばすぎ。な、1枚カットする。どうしちゃったのかな。どうせ999しかいないんだから、999で M4 に負けるとかっていうことはないよね。軽く煽ってっちゃってんだけど、1枚カットできないね。ここいる。ちょっと味方ちゃんかばしてくれる。味方ちゃん、ごめん、かばして、お願い。やばい、今日やばい。誰かばしてるんだよお前は。なんか1人抜けてる。なんで1人抜けたの。ちょっと、なんで。まあ1位ですの場合さ、1人抜けても別に構わないんだけどさ、抜けないでほしいよね、なるべくね。さあ、ここは1枚カットして、右側いない。さあ、また率が変わった。チーデスの率がぐちゃぐちゃになってる。超煽ってるよ。大丈夫か、このクラン煽ってんだけど、ちょっと煽りは皆さんやめましょうね。煽りはやめた方がいい、なるべく。さあ、なんだ、キルパク、さっきからキルパクされていくよ。M4 の悪いところってキルパクされるところだと思う。ゴアツキルって確かに、まあ、強いっちゃ強いんだけど、そのな、キルパクされちゃうっていうところがね、弱みにもなってきてしまうので、キルパクされないようにね、皆さん。ちゃんと定めて。何やってんだお前。いるよ、この上。邪魔。キルパクすんなよ。よーし、強すぎる。やばい、超煽ってる。みんな低すぎだろ。大丈夫か、これ、だららら。なんだろう、俺がとにかく言いたいことは、愛さえあればどんな武器も最強だし、とにかくね、使用自分マイルの民度は超低いということは皆さんに伝えたかったです。それじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。それじゃあ皆さん、またな。You're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow